Peggy 18. はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。ゴーストブツ島の攻略解説動画を続けていきたいと思います。本日の内容はこちら。ゴーストブツ島新装束石川スタイルで最強弓取りに挑戦ということでね、今回のアップデートでね2つ新装束が追加されたんですけれども、1つが竜造の装束で前回紹介したんですけれども、今回は石川先生の装束、これもね追加されてるんで、これを紹介したいなと思います。これね、でもねめちゃくちゃ強いですよ。本当にすごい、もうひどいひどい、もう強いとかそういうレベルじゃない、ひどいひどいレベルで強いから。石川の装束どんなのかっていうと、正確には弓の師の装束なんですね。でアップデートで加わった新装束の一つで、これもまた買うと装備セット登録が可能ということになっております。で強化はできません。強化はできないんだけれども、すでに5段階目の強化されたのと同じぐらい強いということになっていて、色とかの変更はできないという感じになっております。で性能的にはタダよりの装束、これの最上位と同じ性能って感じですね。気分は先生になれるということですよ。もうね、いかに石川先生が鬼かということがよく分かった今回のね石川の装束で石川先生にくっついて改めて回ってみたんだけど、これね鬼です本当石川先生は鬼でめちゃくちゃいいキャラクターしてるんだけど、私大好きこの石川先生まあだからね、人気あるから装束出てきたんだと思うんだけどもね、今日はこの石川の装束を使っていろいろやってみたということになる。いろいろというか、もう本当いじめたみたいな感じなんか猛虎軍をいじめたみたいな感じになっちゃったんだけど、まあ、よかったらね見てみてください。今日もまたこの美しい対馬に一筋の弓取りが光っている。そう、この姿こそまさに対馬の最強の弓取り、石川先生。石川先生と思いきや、やっぱり中身はおじゃる丸おじゃる丸なんだけど、これフォトモードに新機能が追加されてて、設定でねありにしないといけないんだけれども、弓を構えた状態でフォトモードが取れるということになったんですね。おじゃる先生ですよ、おじゃる先生。これかっこいいよね、本当に写真撮るとき。カメラワークさ、ぐるぐる回ると真ん中にフォーカスしたみたいになって、本当に映画でこう上からさ、クレーンで上からこう撮ってるみたいになるじゃないですか、映画で。あれみたいに撮れんの、すごいかっこいいよね。これ動画にするっていうのもね結構いいと思いますよ、本当に。ぜひねぜひ試してみて弓構えてるとかっこいいから、本当もう、まあそれはそれでいいとしてあ、どうも皆様こんにちは、おじゃる先生です。石川の装束を着ておじゃる丸かっこよくなってみました。今日はねこの石川の装束でやっていきたいと思うんだけれども、石川の装束どんな性能かっていうと、まず弓を引く速さと矢を構える速さが 45% 上昇すると。で集中の制限時間が3秒増えて、ヘッドショット決めると集中の時間が 50% 半分回復するという感じですね。だからタダよりの装束の5段階目の性能と一緒ですね。で始めたばかりだと4段階になってると思うから、追加強化が5なんですね。で絹とかがね足りないからすぐには強化できないと思うんで、石川先生の装束を買っちゃった方が、竜造と一緒ですよね、5段階強化までの素材を集めるよりはこの新装束を買っちゃった方が早いという感じになっております。ただタダよりの鎧もね私好きだから、どっちがいいかなって、まあ、全部結局揃えるつもりなんだけどただ普段の戦闘拠点制圧とかでね弓取りめちゃくちゃ強いから、揃えておくと便利かなとは思います。だから普段は弓取りで戦ったりしてて、近接とか一騎打ちとかしなきゃいけなくなったら、鎧とかなんだろう、クロードの方とかに着替えて戦っていくという感じがいいんじゃないかなと思います。で石川の装束を使って対バンシプラスの5フセット、これを考えてみたんだけれども、まあ以前紹介した瞬殺弓使いとほぼ一緒ですね。イザナギの御事の5フ、これでヘッドショットで 40% の確率で矢が減らないというやつですね。で戻り矢の5フ、 25% の確率で矢が回収可能と、死体からね矢が回収できるよっていうやつですね。でユリの5フにかけ、幸運の5フにかけ、これでユリの5フで 15% の確率で敵に毒を与えて即死させると。で幸運の5フにかけで確率の効果が 1.5 倍になりますよというやつですね。で毒で死ぬと敵腰抜かして逃げてっちゃったりもするんで結構強いんですね。ただ矢はやっぱり消耗品なんで、ずっとやってるとどん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 なくなってっちゃうんですね。だから戻り矢とかヘッドショットで減らないってやつつけとくといいと思
います。でこの5フセットで石川先生がどうなるかっていうと、まず弓を引くのと構える速さが 45% 速くなって集中の時間が3秒増えます。でヘッドショットで集中の時間が半分回復するってやつで、あとヘッドショットで 90% の確率で矢が減りません。ほとんど減らないということですよね、ヘッドショット当てれば。で 56% の確率で敵の死体から矢が回収可能になるということになります。で 45% ほぼ 50% の確率で毒によって敵を瞬殺することができるという恐怖の弓使いになっております。しかも矢が減らないから長期間矢で戦っていられるということなんですね。これね結構やばいですよ本当に。よかったらね参考にしてみてください。それでは早速やっていきましょう。さあ石川先生の格好でやってきたところはもちろん石川先生、お久しぶりです。お久しぶりです。石川先生どうも、おじゃる先生です。来たか。いや懐かしい石川先生。いやグラフィック綺麗だね、相変わらず今更だけど。誤りではあるまい。巴ですか、ここですね。ここに来ればよかったんですね。人の首を的に見立てたのか。なんとるけど、うわー撃ってきた。よし行けと。さあ早速この石川の装束で戦っていく。おおシュートパー、決まった、吹っ飛んだ、いい感じだ。うわー撃ってきた。だがしかし私にはもう最初から超級があるのだよ。あの遠くのやつやっちゃおうか。ダーボディに当たれば大抵の場合毒で普通死ぬんだが、わいとわ敵が吹っ飛んでいく。いきますよ。はい先生、ご加勢ください。先生そういえば何やってるんですか先生。ご加勢ください先生。危ない危ない危ない。おっとせっかくだから弓で、あーワンコごめんね、犬神使いだったらなんでなってしちゃうところなんだけど、一匹逃げてったな、もういないぞ。いや強いわ弓取り最強。ご承知でしたね。まあ、先生なんで来なかったんですか。あれどういうことですか。敷居的に敷れるようでは巴には歯が立たぬからな。これは戦だと忘れですか。戦を解かれる筋合いはない。おじゃる、おじゃるもちょっとあぜん。これからも腕試しは続けるぞ。いやそれただのいじめですよ、いじめ。巴に襲われるわけです。なんか弟子いびりですよそれ。いや笑ってるよこの人、やっぱりやばいよ。ちょっとやばい人になっちゃったよこれ。あやつら、あそこにいるぞ。弓の稽古とはなんたる芸道あるというのだ。この私が成敗してくれる、この石川おじゃるが成敗してやるわ。さあ行くぞ。どこにいる？あそこにいる。あ、隊長角。あぼー決まった。アンパン、アンパン、アンパンなんてあげないぜ。あじょー、足に当たっただけで吹っ飛んだぞ。さすが超級、恐るべし。おっと毒が効いている。あー相手に撃っちゃった。あそこにもいるね。はい、よいしょー、ピーン。どこに当たっても毒が発動、決まっている。先生何やってるんですかそこで座って。私だけに任せてまた戦わせてるんですか。弟子いびり、まあ全然問題ないですけど。終わったぞ。血へどを吐いて死んでいくぞ。あれでいいのか本当に。よし助けに行こう。大丈夫か、助けに来たぞ。島の者、命を下してました。どのような。先生が、どうとか。あ、いた先生、後ろでちょこっと歩いて。面目ない。下道に技を授けてしまったか。全くですよ、何やってんすか。次の下道を育てる気はないぞ。いかにも私は下道じゃありません、おじゃるです。さあ先生次の戦闘に参りましょう。あそこにいますよ、あそこにいるみたいで。あ見つかってる。でも大丈夫、私たちなら一瞬でやっつけて差し上げましょう。おじゃるアタックが決まった。やべえ、この集中がね全然減らないね、ヘッドショットやってると。やばいレベルで減らないし、超級がこんなに拡大すると知らなかった私。なんかこんなにボワって拡大しなかった気がするんだけどね。それとも前からこうだったのかな。久しぶりだから、あ逃げていっちゃった。先生逃げていっちゃいましたよ。あいつらどうするんですか。あちょーどこに当ててもあれだね、毒が発動すれば死んじゃうし。はいそこにいる、はい決まった。頭に当たれば減らないという感じだよね。あいまだ行ってた。まだ1匹いましたよ先生。先生なんか撃ってくださいよ先生も。あ撃った。先生やっつけてませんよ。巴はおりません。頭に当たれば減らないし、体に当たれば毒で大抵の場合死ぬし、矢は回収できるという感じですね。
かなり使いやすいんでね、もしアクション苦手で遠距離で戦っていきたいなっていう人はぜひね、このゴフセットを参考にしてみてください。もちろんね、あとは自分好みにいろいろ変えていったらいいとは思うんですけれども、正直ね、あのボス戦の一騎打ち以外はこの弓取りで全部ね、もうどこでも難易度関係ないこれもう難易度関係ないですね、はっきり言って。この石川先生の装束と瞬殺弓使いのゴフセット揃ってたら本当にね、なんか敵が近づけないみたいな勢いになっちゃうやばいだろみたいな。射程距離も相当長いんで、この弓使いやすいからね。あそこに逃げてる、せーの、ピュー、よし、当たったやべえこれ、石川先生鬼だわ。こんな戦い方してたの石川先生って、ちょっとこれやばいでしょ。これ一応バンシープラスだからね矢もね回収できるから長期戦闘もかなり持ちますね。さあもう一回行ってみよう。これが最後かな、このショーは。あれをやっつければいいのかな。たくさんいる。でも近づいてこれだ。あ、いたいたいた。あ、もうなんかいきなり逃げてるんだけど、どういうこと。あ、ちょー、登って、あ、いて、当たったぞ。さすがバンシー。あ、いて、さすがバンシープラス。矢の攻撃力がなかなかのものがある。だがしかし、もう遠距離で撃ってると気力も増えてくからねやばいだろって勢いでね、ボディ打ちでもいいからね。変な話、集中が切れたらボディ打ちもありみたいな感じだから。あ、いたいたいた、一人逃げていっちゃった。ほら貴様、逃げるとは何事だ。あー、外しちゃった。敵に届くかな。逃がしませんよ、おじゃる。当たったいやーすごいわ。逃が、おっと、まだいる。危ない、と危ない。おっと、だが弓で、弓でやりたい。あれどうしたの、腰抜かしちゃって。あれあれ、逃げてる逃げてる逃げてる、スバッとね逃げてる人には近接で十分だ。さあお前たち、あなたはどこにいる。まだいるよね。あ、一人いる。あれをやっつけよう。隊長か。あ、隊長か。盾構えて、構えてる。だが足元がお留守だぞとかひど、石川先生ひどこの装束すごいぞ。死んじゃったよ。お、まだ生きてる。何者だ。ことづてがある。ことづてだと。石川、広島の民はすべて命を乞うことになる。長尾広則に撃たれた者の。黙れ黙れさすが先生、黙れ。それじゃあね、石川先生のレッスンも受けたことだし、最後はね、この石川先生の教えを生かしてがっつりと拠点攻略やっていきましょう。まずはあの造船所を目指していくと、あー高い、やばい、出した、よっしゃ。あー、馬ごめん大丈夫か。これも石川先生の教えだ、ついてこい、行くぞ。さあ拠点攻略やっていきましょう。悪魔参りますって感じだね。ほんとひどい、この装束きっとなんかひどくなってくね。ここのマップ、あの九死のマップに似てますよね。最初の2面か1面か忘れちゃったんだけど、ここで戦うよね。よし行くぞ。はい、ヘッドショットバンバン決めていく。お前もスパー。おいおいおいちょっとどうなってるんだこれ、やばいぞみんな。ちょっと見つかりそう。そんなことはない、あそこに1人いる。あ、走って逃げていっちゃった。毒？毒決まった。あとはなんかテントの中で1人寝ている。もうここにはいない。では下へ降りよう。とぉー、あいた。あああ、高い高いとダメージ食らうんだね。そうだクロード来た。あのマルチプレイの方はね、高さダメージほぼないから、つかないから。あ、寝てる。あ、よいしょ、よし、そのまま寝てていいぞ、いい夢見ろよ私に感謝したっていいんだぞ。あっちにいるか。じゃあこの上から狙ってこうね。よいしょ、あ、これ助けちゃうか。はい、あとは中にはいない。上から狙っていく。何人か見える、見えれば狙えるからね。もうすごいよね。あ、見える位置が全て射程距離っていう。それいけ、オッケー。どこだ、あそこにもいる。よっしゃ、あー拡大、そろそろ長球でいこう。遠い敵はね、長球がいいよね。あ、誰か倒れてる。あ、よいしょ、当たった矢が減ってかないぞ、ヘッドショット打ってるから。90% の確率でね、ヘッドショット決めると矢が減らないから、90ってほとんどだからね。まあ、それでもね、あんまりずっとやってるとね、さすがに減ってったりはするんだけどね。それでも補充するところ結構あるから、矢とかってね、拠点とかだと特にあるから、なかなか減らないとか、多分減らない、なくならないと思いますね。これでどこだ、あとは。あの遠くにいるな。あ、あそこにもいる。その下か。下にいないね。あそこだね。あいつやっつけよう。届くかな。やっていく。あ、動き出した。大丈夫か。よっしゃ、当たった。いい感じだ。君も狙っていく。あ、いい。オッケー。あの上も狙っていきたい。ちょっと遠いな。あ、隠れちゃった。当てられるかな。ちょっと遠いな。あ、隠れてんな。当たれ。あ、ダメか。足にでも当たれば毒が発動してやっつけられるんだけどな。
大体見える範囲はやっつけちゃったぞ。とか全く戦闘してないぞ。いやもう毒当たった、毒当たったね。あーいい感じだ。お、なんだ、バレたぞ誰かに。あ、見つかった。あ、来る、来ちゃえ、もうこっち来ちゃえ。よし狙っていく。あ、外した、あれ、お、あ、あ、当たんない。何をやってるんだ私は。そこだ、なんてこった、外しまくってる。敵の矢のがね早いんだよね。あーくそ、ダメか。矢の打ち合いになるとね負けちゃうから、バンシプラスだとね。一旦引こう、一旦引いてこっちから狙っていく。気力がいまいち、回復が悪いぞ。どうなってるんだ。矢で撃ったら普通気力満タンになるんだけどな。お、危ねえ、なんか飛んできた。来ないか、え、何これ、何かが飛んでくる。ものすごい遠距離射撃してきてるぞ敵も。当たった、毒発動、いい感じだ。何かが飛んでくる、何これ、矢だね。多分矢を下から撃ってきてるやつがいるね。なかなかに正確、さすがバンシプラス。あそこにいるやつは釣りをしていた。毒発動。釣りをしながら毒発動。どこよ、 あれか。よし狙っていく、ふぅ、決まった、いい感じだ。もういないよね、オッケーオッケー。弓矢勝負楽しいけどね。あ、来た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 、あ、ポーン、決まった。ひどい、体調覚も、あ、毒が発動したんだ。あ、どこでどこでどこで、どうしたの、矢は返してね、返してもらいますよ、ありがとう。そこで倒れていなさい、苦しみ抜いて死ぬがいい。このタカちゃんもね助けてあげるから。さてまだどこにいる、あ、こっちに2人いる。この2人を狙っていけ、ボディ打ちでもいいや。よっしゃ、毒発動、はい、頭当たった。いい感じだ。石川先生ほんとすごい、すごい戦い方をしていたんだね。この装束なら戦い抜けるわ。そりゃ最後ハーンのところまでいけるよって感じだよね。よし、腰を抜かしてるやつにもちゃんととどめを刺してあげる。お、来た来た来た、見つかった、おー見つけたか、さすがだ、見つけてくれたんだね私を。いいぞいいぞ、さあ迫っておい、あ、外しちゃった。アンパン、アンパン、おい、アンパン当たった。さあ、お、体調覚、体調覚、こっちに来るか、さあ出てこい、毒発動で終わるか。はい、外しちゃった、敵に暴れた、お、来てる来てる、お、さあおいで、さあおいで。おやおや、近接でバカ突しかできないのかな。おっと気分が悪そうだ、気分が悪いのか。だが貴様もまあよく戦った、よし礼をしてやろう。だが矢は返してくれ。矢は返してもらうぞ。貴様もなかなかね誉れのある戦いをしてたね。一直線に私に向かってきたお前は、うん、勇敢だったぞ。まあ私の相手ではなかったけれどもね、君もまあ後ろから撃っちゃって悪いけど。これ誉れはあるのか、本当に弓矢に誉れはあるのか、私はすごく気になるそのところが。誉れポイントはあるのか、これ毒矢を使ってる時点で誉れもクソもないか。おじゃる行きます、全員に。あ、毒殺決まったね、3連続毒殺、結構な確率だね。じゃあ毒殺の確率もやっぱいいね。どうしたのみんな、気分悪そうだけど、あの牡蠣でまたった、日本の牡蠣とかはあれだから結構当たったりするから気をつけてね。さーて、じゃあ火つけて帰るか。ひどい。これ戦いになってないだろ。ひどいだろこれ。とーさーらば。いやこれは最低だね本当。戦いとしては強いけど最低すぎるだろみたいな。石川が10人いたら対馬は落ちなかったみたいな話だよね。やばいわこれ。というわけでね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。一つ分かったことは、この衣装を着るとあれだね、鬼になるね。ひどい、鬼畜というにふさわしい先生になれると。石川先生気分がね味わいたい方はぜひ石川の装束、あ、弓の師の装束かな、正確にはあの幻の花商人からね買って、この瞬殺弓使いの5セットをぜひ使ってみてください。また何かね面白い遊び方とか新しい情報とかあったらねお知らせしていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録の方とかよろしくお願いいたします。マルチプレイの方はねライブ配信で基本やってますんでね、よかったら覗いてみてやってください。それではラビットでした。皆様の良きサムライライフをお祈りしております。ほいじゃまたね。